はい皆様どうも、今日は久々にニャンコでステージ挑戦していくぜ。ゴジラ対ニャンコ、絶対ゴジラのが強いやん。なんかめちゃ面白そうなので、今日は初見でゴジラに歯向かっていきたいと思います。ってことでまずは壁と虫ニャンコ伝説オールスターズで挑んでいくぞ覚悟ゴジラ。おお、ゴジラちゃんは挑戦開始早々に出現ね。ハーク、攻撃はやっぱ長距離攻撃かな？一応壁を清算しておこう。てはい。いやなんか速攻で負けたんだが。あれか、今こっちが壁を清算したから攻撃スイッチが入っちゃったってことで清算しないで実験中。あ、清算しないとてね、結構早く一撃必殺ゴジラ砲来る感じなのね。はい、これはゴジラは体力が低く、あの一撃前に高速で倒す感じだと思うので、攻撃力と移動速度アップのニャンコンゴで、高速キャラで一気に叩く作戦。おそらくムート生産できればパッと倒せそうだが、4500円貯まるまで攻撃来ないかが勝負どころだな。まずはエクスプレスで先制パンチ。ではだー、やっぱ生産かこっちの攻撃で向こうの攻撃スイッチ入るボイ。でも今のエクスプレスの一撃でゴジラの体力約4割も削れた。これはムートちゃんでワンパンいけそうかな？詳しい数値覚えてないのでわからないが。ってことでムートちゃんを早く生産するために、ニャンコンボ、これを使って、初期所持金アップ、これでいけるか検証。4500円貯まってムートちゃん生産、ゴジラ攻撃前にムートちゃんの高速アタックを差し込めるか。溜まったー。でも向こうも攻撃開始。あれ、攻撃間に合わなかった？あ、攻撃は入っていたが、火力不足ワンパンまでわずかに届かず。惜し、他のもっと有効なニャンコンボとか使えば、絶対にノーアイテムでもクリアできる仕様なのだろうが。まあノーアイテムプライドとかは特にないのでスニャイパー使うよ。これでゴジラの動きを鈍らせて、攻撃発射まで時間を稼げるはず。さあ行けムートちゃん。あ、スニャイパーのダメージもあり、今度はワンパンできました結果オーライ。さああとはお城を破壊するだけ。はいおしまいだぜー。お、レアチケットこれは嬉しい。さあこの1枚でまた完璧しちゃう？まあそんなわけね。で衝撃であったマジか、今度はレアチケット1枚で伝説レア引き当てたいところですな。それじゃあせっかく増えた伝説キャラ、さっき全く使えなかったので、別のゴジラステージで使っていくぜ。お、ここは難易度低いステージだからか、まだゴジラは出てこない。ここでゴジラさんを出まし、さっきよりは距離があるからこっちの城までは攻撃届かないだろう。こっちはまずコスト低い牛若ちゃんから、ここでゴジラ砲。さあお次は昨日ゲットしたばっか、最新の伝説キャラ、京都かななこさん出陣。予想以上の移動速度にちょっと驚き。てや、ステージ簡単すぎて伝説たくさん生産する前に終わったよ。ってことでラスト、メタルカバちゃんステージで伝説大集合の映像でお別れ。うちにゃんこの伝説キャラ総勢8体、あと2体でパーティー全部伝説で決めるな。それまで続け2021年神引き。それじゃあ以上、超一戦したゴジラ討伐と、伝説お披露目動画でした。次回は伝説か黒獣バル狙いのガチャかな？ってことでまた次回、お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。